どうもということで始まりましたね、上原町の YouTube チャンネルでございますね。私次元住みます芸人勤めております上原町と申します。よろしくお願いいたします。今日私がやっていくこちらの企画はですね、地域限定愛されグルメ、ね、それぞれ特色のあるねグルメっていうのがあるんですけど、まあ、栃木といえばやっぱりねいちごね餃子有名ですけど、実はですね栃木県人に愛されているというね、ものがこれあるんですよね。こちらでございます。じゃじゃーんね、関東栃木レモン牛乳。皆さんこれもしかしたらね、テレビとかね、見たことあったりとかね、飲んだことあるよなって方いるかもしれないんですけどね、今日ね紹介する種類は実はこちらではないんですよね。はい、こちらでございます。じゃじゃーん、逆になっちゃった。じゃーね、はい、ということで関東栃木レモン牛乳カレーでございます。何これみたいなね感じを持った方いるんじゃないでしょうかね。僕もね本当こんなあったんだっていうね、感じで、ね、栃木県に住みながらね、思ったんですけども、もうパッケージがね完全にレモン牛乳の、あ、普通にこういうね銀の、はい、温めてね食べれるやつ、これを今からね、温めてで、ご飯の上に乗せてね、カレーにしていただきたいと思います。ナビテリー。さあということでね、さっきのカレーがね温まったということなんでね、早速ね、いただきたいと思います。はい、あらちょっと見てくださいこの色、このやっぱレモン牛乳色ですね。シーフードカレーみたいな感じですね。なんかね、あ、ほんとシーフードカレーみたいな感じがしますけど、はい、じゃあ早速ちょっとね、これねいただいてみたいと思います。いただきます。あれ、あ、なんだろう、すごくねマイルド、意外と食べやすいですね。あ、これ普通に美味しいですね。この間にこの甘いね、はい、レモン牛乳の味がしますけども、基本的にはもう美味しいカレーっていう感じですね。はい、お子様にもねなんか食べやすいんじゃないかなみたいなね感じもちょっとしますね。はい、サラサラ食べれちゃうね。ということでね、栃木県の、地域限定愛されグルメはですね、バン関東栃木レモン牛乳カレーをご紹介させていただきました。ぜひ皆さんもね、栃木に来た際はご賞味あれということでね、以上栃木県住みます芸人上原町がお届けさせていただきました。ありがとうございました。